世界で初めてオルファ式のカッターナイフを開発製造した企業オルファ。その歴史は1956年、創業者の岡田芳雄が板チョコとガラスの破片からヒントを得て、刃先を折ることで最後まで切れ味を持続させる方式を考案したことから始まる。それから60年余り、今では200種類を超える製品を開発し、世界100カ国以上に輸出。オルファの刃のサイズ、折れ線の角度は世界基準となっている。こちらは1979年、世界で最初に開発されたオルファのロータリーカッター。オルファ式カッターナイフのパイオニアとして常にオリジナルで安全な製品を作り続けるオルファの企業理念は、確かな品質の商品をお届けするために設計・開発から製造まで全てを日本で行うことにこだわるであり、日本国内で行う全ての過程で厳しい品質管理を行き届かせ、揺るぎない品質への誇りを持って製品をお届けしている。世界のトップブランドオルファのカッターナイフの製造工程は大きく5つ。作業性や安全性を最優先に考慮し、スケッチやプロトタイプのモデルを手作りで作成、テストを何度も繰り返した上でデザインを決定。刃は高度の高いロール状の合金工具工で連続加工、メイドインジャパンの熟練した技術で抜群の切れ味を実現する。ステンレス鋼を主な材料とするホルダー部は、生産数が多いものは純層方式で抜き曲げなどの加工を自動で行う。プラスチック材は強度、耐久性、着色性、成形性、経済性などそれぞれに特性があり、用途に応じて使い分けている。部品を厳しく検査した上で組み立てられ、品質基準をクリアした商品だけが世界中に出荷される。オルファ製品の本体色である黄色は、道具箱の中でも目立つことで不意に怪我などをしないようにという思いが込められている。それは常に安全性を最も大切に考えるオルファのこだわりである。こちらは子供が自由に工作を楽しめる安心設計のカッターのキッター。刃をプラスチックで覆うことで起こりうる怪我を最小限に、刃の交換時も安心。手は神様からの贈り物、手道具作りに誇りと夢を。オルファは手を深く知り、手道具作り一筋にこれからも努力を重ねます。オルファ、オルファ。